石田さんたちは持ってよ、こうやって手持ちでいく。なるほど。指どいて、指ちゃんどいて。あの、今日いくつだっけ。181192が191だっけ。もうちょっと久しぶりだ、忘れちゃった。3週空きましたね。ん、3週空きました。2週でしたっけね。2週空いてると思うんだ。ああ、2週ですね。2週ぐらいでいいんじゃない。2週空きぐらいかな。2週空き。いい？はい、大丈夫です。7時25分。はい、皆さんこんにちは。 BJ チャンネルボリューム191です。はい、すいません、ちょっとバタバタしてて、遅くなりました。2週ぐらい空きましたんで、久しぶりの BJ チャンネルになります。ですね、まあ、BJ チャンネルも191まで来ましたけど、まあ、いろいろあってなんだかんだ言いながら、まあ、ここまで来ましたけど、どうなんですかね。みんな飽きてないのかな。もうちょっと立てるのはねえや。うん。で、道混んでた？混んでました。めちゃくちゃ混んでました。お前ら一体どこに行くんだ、お前らっていうぐらい車混んでましたね。本当？はい。うん。今日下でやろうかなと思ったんだけど、下、寒さとね、あと電波が悪すぎて、ちょっと、あの、上が上がってきますけど。うん。はい。なんだろう、久しぶりだとな、なんだ、どうやってやったの。最近どうでしたとか、まあ、龍神様、申し込み受付中だよとか。龍神さんね、もうなんかちょっとね、気が抜けちゃったっていうかね、あれなんだよね。ビビちゃん、お願いします。まあ、まだちょっとね、あの、報告はしてないんだけどね、ちょっと、まあ、龍神さんに関してちょっと、あの、動きがあったんで、まあ、後々 Facebook で発表しますが、まあ、今もう告知してもいいかな。うん。いいかな。あー、いいのと違いますか？うん、もう終わったしね。はい。うん、でも実はね、箱根にあるね、あの、九頭神社っていう神社があるんですけど、そちらの方にですね、ね、あの、九頭龍と白龍と、まあ、龍神よく行くんだな。はい。うん。俺そんな詳しくないんだけど、ちょっと九頭龍神社に関しての説明ちょっと、キュウちゃん、ダメ。説明をしてあげてください。ですね、箱根は芦ノ湖にあります箱根神社というところがありまして、そこに新宮というのがあって、九頭龍神社の、箱根神社の敷地の中に九頭龍神社というものがあるんですが、毎月15日かなんかに、13日に月次祭っていうのがあって、まあ、これがすごい人数の、女性が集まるんですよね。縁結びとかっていうふうに言われていて、まあ、縁結びといってもいろいろありますよ。恋人とか結婚相手が欲しいっていう縁結びだったりだとか、ビジネス的な部分で、いい企業との縁結びとか、いいクライアントとの縁結びとか、そういう縁もあるんだ。はい、そういったご縁もあるようなんですね。それで、まあ、僕が九頭龍神社行くときっていうのは、まあ、朝早めに行って、で、月次祭の時はもう、
夜中のうちに行くんですよ。で、4時ぐらいから並んで、あ、そうなの？はい、乗船チケットっていうのを買って、遊覧船みたいに行くんですけど。あ、いや、じゃあ、俺そう思ったんだけど、はい。あれ、歩いていくんぞ。歩いても行けます。歩いていくと、だいたい25分から40分ぐらいで。うん、それが芦ノ湖の湖のほとりのところに、九頭龍神社の本宮っていうのがあって、うん、で、そこからさらに 10分15分歩くと白龍神社っていう小さな祠があるんですけど、そこが結構パワースポットになる。歩いていくと、はい、金取られるんだよな。そうですね。モーターボートとかで行くと、うん、金取られるんだよな。はい。そこの中に入場料入ってるとか。はい。で、僕はもう遊覧船とかそういう一般ピープルの方々と一緒のこうフィールドで行くのはちょっとあれだったんで、うん、まあちょっと、なんだかんだでこっちの方がお高いんでしょって感じなんですけど、モーターボートで。一緒なんだね。モーターボートで。実はな。モーターボートで行きます。モーターボートは箱根園っていうところからモーターボートが出てまして、うん、往復で1500円。かな、一人。そう。はい。一人往復1500円だった。いやいやいや、そんな安くねえよ。マジですか？え、2000円もしないと思います、ね。俺の時5000、片道5000、5000取られたぞ。いや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 、それは大人数で行ったからと違いますか？大人数で行くと一人行ったかな？大人数で行って、4人とか分を一人で払ったとかって感じじゃないですか？違う、一人払ってた。一人ね、1800円とかそんなもんなはずですよ。高くても確か。2000も行ってない。取られたのかな？はぁ、あ。それか値段が上がったのか。俺は分かんないけど、ええ、うん、確か5000円で取られたな。マジっすか。うん、多分そんぐらい、そんぐらいしたような気がする。はあ、はあ、うん、で、まあ、モーターボートで僕は行くようにはしてます。で、そこの九頭龍神社の本宮には、うん、銭洗弁財天の、お社もあったりしてですね。まあ、そんなのあるんですよ。ほ、うん、で、まあ、月次祭の時は、なんか投げるんですよ、湖に。あ、今それダメだよ。穀物。あ、ダメなんですか。今投げちゃダメだよ。あ、ダメになった、ね。ダメだっていう。ああ、まあ。俺もそんな言ってね、なんか見てないからわかんないけど。はい、なるほど、うん。で、まあ、ただ、神社っていうのは、基本竜好きな人とか、うん、それからあと縁結びとか、うん、そういった目的がある方が割と行かれてるって感じですかね。うん、なるほどね。ええー。まあ、あとは芦ノ湖って言ってもあんまり見るとこないですからね。寒いしな。はい。まあ、そこの、九頭龍神社から、またちょっと車で15分ぐらい行くと大涌谷とかありますけどね。あ、大涌谷な。はい。硫黄のな。はい。小学校の時行ったわ。まあ、そんぐらいですよね、あの辺見るのはね。でも、あそこの九頭龍神社で普通は、絵の奉納だとか、うん、多分やんないはずですよね。だから特殊ですね。いや、行ったんだけど、はい、もう奉納とかは一切お断りしてますと。うん。うんうん、それで、もうなんていうのっていう話だったの、最初。はい。で、じゃあ分かりましたって、まあ、パンフレットだけ前行った時置いてきたわけよ。はい。うん。そしたら、2日か3日ぐらいして電話かけてきて、うん、ぜひ、訪問をよろしければお願いしますって言われて。はい。あ、そうなんですか。あ、ダメじゃなかったんですかって言ったんだけど。いや、基本すべてお断りするんですけど、うん、まあ、宮司さんとか、そのね、みんなでこう会議というかね、うん、そういうのかけた結果ね、うん、いや、で、まあ、いろいろ調べたらと思うんだよ。うん、したら、まあ、庄司さんの友人さんは、ちょっと特殊ななんかそういう、なんていうんだろう、いろんなことが起きてるっていう話もね、うん、耳に入ってますし、うん、なので、もうぜひ、よろしければお願いしますっていうから、いいんですかみたいな感じで、わ、うん、かりました、じゃあ書かせていただきます、奉納させていただきますって、うん、で、じゃあ書き上がったら連絡しますんでっつって、もう実は結構前に出来上がったの、うん、まあ、でもやっぱコロナだから、うん、ちょうど緊急事態の時だったからさ、はい、だからなるべくその人も入れずにもう密かにやりたいみたいな、うん、で、奉納やりますなんて
大々的に言っちゃうと、うん、人ぶわー集まってきちゃうから、はい、だからちょっとそれも控えてくださいみたいな感じで、うん、まあ、観光で敷かれてて、はい、みんながずーっと発表とか公表とかできなくて、まだまだ、はい、まだ今もまだ Facebook とかでも一切公表しないんだけど、うん、はい、ちょっと昨日見合わせだけで、ね、はい、あげといたけど、はい、まあ後でまあ、まあ、これでまあ先に先行で、あのね、あの告知したから、後でまあ、でも写真などそういうのあげますけど、うん、それで、まあ、コロナ明けで、うん、まあ、その宮司がいるのが、今月だったら、うん、3日間ぐらいしかないってやつ、はい、で、その3日間のうちの、だから13、その前3日だったかな、はい、っていうのがあったから、で、まあ、今ちょっと撮影も入っちゃってるから、うん、これだから、まあ、その辺の調整とあれで、っていうんで、23に行ったのかな、はあ、うん、で、最初は9時って言ったんだけど、11時になって、はい、それが3時になってって、どんどん時間がずれてて、はい、で、なんか、昼間は、なんか、お祭りのなんかが入るから、はい、だから、宮司がちょっとあのバタバタしてるんで、11時にしてくださいって言われたんだけど、はい、で、11時が、また後で、まあ、一回11時で止まってたわけよ、うん、だからで前乗りするかって話になって、うん、まあ、前乗りをしてあれしたんだけど、どうやっぱりあれね、止まるとこってさ、もう写真とか信用しちゃダメだあれ、うん、ね、あの素敵な金縛りって見た、見てない、三谷幸喜のさらしな六兵衛って、あの、それに出てくる屍葬ってのがあるんだけど、うん、それにほぼほぼもう近いぐらい の、うん、の恐ろしいようなわけわかんないところに、写真だと全然違うんだよ、はい、で全然たどり着かないんだよ、うんうん、もう1時間ぐらい迷って、うん、でこれなんかこう来るなって言ってるのかなって最初思ってさ、うん、で、まあ、まあ結果もうすげえ嵐で、うん、でも明日大丈夫かなっていう感じで、まあ、たどり着きはしたんだけども、うん、で、まあ、次の日に、まあ、で最初俺、そのさ、もう燃えたこと何も予約してなかったから、はい、最初行けないっていう話だったんだけど、どう、その行けないっていうのは、なんていうの、祠が、うん、開く日が13日だから、うんうんうん、がそれまでは閉門されてたら、その閉門の意味が俺取り違えてた、はいはい、だからなんかそこの九頭神社自体入れないと思ったんだけど、だからちょっと時間どうやって潰そうかなと思ったんだけど、うん、まあ行けんじゃんと思って、うん、でもう家も歩こうと思って、うん、もう片道もう 1.2キロとかとか、うん、時間でしたら15分やったらいいからさ、はい、15分じゃないんじゃないかと思ってさ、はい、であもうずっとたどり着かなくて、はい、あ、たどり着いた、こっちからと思ってさ、白龍神社の方から最初たどり着いた、あ、はい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 、うん、うん、で、まあ白龍、まだ逆回りだよね、はい、うん、で、まあ白龍神社の方から回って、うん、九頭竜と行って、そんで戻ってきて、うん、それで、で、本当は3時だったんだけど、もう2時ぐらいに着いちゃって、うん、だからまあ、ちょっと、まあ龍神水とかつくんでね、うん、うん、それで、まあかと、まあ、いいかとか、それでまあ、うん、まあ、ちょっと早く着きすぎちゃったんですけど、って言ったら、うん、まあ、じゃあこちらでお待ちくださいって言われて、うん、それでまあ、3時だったけど、2時45分からかな、うん、まあ、奉納式やりますって言って、うん、でも、そしたらもう結構、ちゃんとしてるな、スポン神社。ああ、してますね。うん、すんげえちゃんとしてるわ。ああ、でも、絵も拝見させてもらいました。うん、宮司がご挨拶来てくれて、うん、で、素晴らしい絵で、あのね、まあ、みんなで、うん、ちょっと見入ってましたみたいなこと言われて、うんうん、それで、まあ、奉納式、大体1時間かかんなかったのかな、うん、うん、でもいろいろ、なんていうの、玉手箱じゃないけどさ、いろんなお土産ももらって、はい、で、帰ってきたんだけど、うん、帰りはもう小田原経由で帰って、うん、そこから小田原から東名乗ってやらしたんだけど、うん、もう道が混みすぎて、はい、あんまりに動かないから、もう頭が痛い、途中でもう高速降りたね、はい、
高速降りて、まあ、箱根からの下で帰ってきた。はいはいはい、うん、それはいい選択肢でしたね。うん、ええ、おいだからね、まあそんなこんなで、うん、まあ、無事に九頭龍神社の方に二枚龍神さん、うん、あの奉納してきました。はい、それでですね、ええ、感謝状とかいただいてですね、はい、記念品もいただきまして、はい、それがですね、はい、なんだろう、もう軸だったな。ああ、はいはいはい。箱根大名神ってさ、えらい大層な軸をもらいましてですね、はい、ちょっとまあお見せいたしますけれども、お見せいたしますと現物ないな、ほんまに。軸はちょっと開けないけどさ、はい、でかすぎてさ、はい、あーでかいですね。これはあの開くと掛け軸ですね。うん、掛け軸に、あ、こういう感謝状、感謝状を2枚もらったからね。うん、1枚と、こうくじる、白竜、2枚、そのほかに、まああの、決して開けるなっていう箱があって。マジっすか。ん、決して開けるなって箱ってどういうことですか。決して開けないでくださいっていう箱があって、はい、開けるとどうなるんだろうなってね。まあ、それは冗談だけど、はい、うん、まあ、それで、あと実際、まあ、今の軸を開けるとね、あのこういうでかい、箱根大神っていうのは、なんていうの、これだからこんなのかけた日にはさ、もうあっという間にさ、千代ちゃんとかにボロボロにされちゃうからさ、うん、で、そんで、まあこの絵はですね、箱根宝物展っていうね、なんだところがあるんだよ。九頭龍神社、九頭龍箱根神社の、うん、駐車場のところのところですね。詳しいね。はい、うん、確か、弁財天様の祠の横の宝物殿ですね。そうそう、そこは見たらね、なんか、はい、重要文化財とか、はい、そんなのばっかり展示したとか、はい、でそこの一角を開けて、はい、そこにちょっと展示してくれるで、まあ、人々の目に触れた方がいいっていう話で、はい、だから、まあ、そこの場所を今検討してるっていう話で、はい、うん、あそこの宝物殿の横っちょの、ご飯食べるところがあるんですけど、うん、あそこにも、まあ、割と、うん、数種類の、うん、竜グッズが販売されたりとかしてましたね。あ、そう、まあ、そんなの売ってる場所あった？あるんですよ、食堂で売ってるんですよ。食堂とあの変なあのうどん屋だった。ああ、そうです、そうです、そうです。あそこですね。あそこの中にね、なんかあのレーザー彫りの竜の置物とか、うん、いろいろ置いてありますよ。そんなの置いてあったっけ。本当？まあ、公明でも自分、箱根神社と九頭龍神社には精通してますんで。めちゃくちゃしいな。はい。ありがとうございます。ということなんですけども、まあ箱根神社、駐車場を止めて上上がっていく、うん、あの石段が結構急なんですよね。あそこ行くとさ、普通の人わかんないと思うけどさ、ね、俺行くとカラス天狗くんだ。ああ、カラス天狗が全部道案内するんだよ。はい、うん、まあ箱根神社といえば、関東の三大なんとか神社のうちの一社ですからね。そうだ、まあそんでね、まあ、うん、なんだろう、そのさ、すごいのよ、なんかね、竜宮城に来たみたいにさ、うん、なんかさ、巫女さんがさ、なんとかの舞をしますとか言っちゃってさ、うん、こうやってね、みんなちょっと踊り出しちゃって、もうどうしようか、一瞬どうしようかなと思っちゃったんだけど
こことこっちに、あの、俺の龍神さんを置いてですね、ちゃんとこういうなんか、まあ、後でフェイスブック上げときますので、そっちの方でゆっくりご覧ください。やってるとさ、これさ、ほんとさ、戻ってきたら時間が過ぎてるから、誰も、なんか時代が変わってたらどうしようかと思ってほんとに、竜宮城に来ちゃったのかな。あー、なるほど。まあ、すごいな、ここ、ほら、ここ。でさ、あの、ね、あの、こういう風、まあ、本殿のところが、で、まあ、誰も人入れずにね、こういうところでやったんだけど、これの後ろがさ、賽銭箱になってんだよ。賽銭箱になってて、はい、要は今のところの後ろがさ、まあ、本殿の中で、こう、こっちにあの、ご本尊なんじゃん。はい。で、ずっとそうやって座ってさ、ずっとやってんじゃん。はい。で、ここの後ろがさ、はい、要は、賽銭箱になってて、ザーって人並んでんだよ。はい、チャリンチャリンって踊ってくるからさ、こうやって見えてさ、はい、みんなさ、俺にさ、賽銭投げてるみたいな感じだな。ほんで、で、見るとさ、なんか、この人なんで中で座ってるのみたいなさ、ね、ちょっと、あ、神様ってこういう感覚なのかなみたいな。みたいなね。まあ、そういう、まあ、ちょっと、あの、非常に貴重な体験をさせてもらいましたけど。はい、よし、じゃあ、次回はあれですね。九頭龍神社奉納しましたから、次回は、ほにゃらら神社に奉納しに行きますかね。ほにゃらら神社に。で、まあ、龍神さんね、うん、まだあの公表してないんで、はい、どんな龍を奉納したか。はい。すげえな。過去最高傑作だと思う、おそらく。すごいですね。やばいね、ちょっとマジ。だってすごいんだ、もうあの、もう、なんていうの、もうね、もう魂入りすぎてやったから、もうね、写真とかもすげえいろんなの映り込んでて、やばかった、いろんなの映り込んでっていうか、でもやっぱ学生する前だからね、まあ。ほんでもってもね、これよく見えないか、これだと。あとでフェイスブック上げますけど、あの、とにかくね、普通じゃ映り込まないものが映り込んじゃってる。だって龍が動いてる瞬間とか全部撮れちゃってるな。なので、まあ、あの、まあ、そんなこんなでね、まあ、ちょっと、これで全国のもう5、6か所、結構大きな神社に、まあ、龍神さん奉納させてもらいましたけど、はい、うん、まあ、九頭龍神社で9匹の龍の絵を多分収めてるの、多分俺しかいないと思うんだけど、今度は、なんだ、どこ？ほにゃらら神社ですね。ほにゃらら神社。はい。ほにゃらら神社。の方は、まあ、龍二がね、あの、ほにゃらら神社。ほにゃらら神社。まあ、ほにゃらら神社、皆さんどこの神社か多分わかんないと思います。うん、だ、まあ、なんだ、まあ、今後ね、おそらく箱根九頭龍神社の方に、絵を奉納するってことは、はい、まあ、今後、うん、もう、まず、不可能なことだと思うんで、はい、まあ、俺が最後だっていう形、最後っていうか、うん、っていう形になるのかな、最初で最後になるのかな。それと、うん、こういった奉納ごとをすると、うん、まあ、どういう効果が発生するかというと、やっぱりそれを見た
人たちが、うん、これ欲しいなと、うん、書いて欲しいなという方々が増えますよね、うん、そうするとあの Facebook だとかあとこういったあの DJ チャンネルで、うん、龍神様募集してますよ、うん、っていうことが、うん、ひょっとすると言えなくなってしまうかもしれないですね、うん、あのも外部からの申し込みが殺到すると、うん、だから俺もだから大変になっちゃう。だからもう今回の崩流の奉納最後に、もう龍に関しては不動効果だと思った、マジで、うんうんもうこれでもう、もう収め、もう収めかなと思った。俺の中で終わりかなと思ったの、一瞬ね、はい。だけど、まあ、その後もまあ。9本爪が残ってますからね、結局。9本爪はね、もう、どっか。どうなんだろうね。もう俺のとこしか出てこないかもしれないな、9本爪は。うん。今回も 8本爪だったからね。はい。まあ、竜の数字って8って言いますから、8本爪が最終形なのかな、それともでも、9は最終形だけど、そうですよね、9は4に出るか、ちょっとまだ微妙だ、わからないね、今のところね。でもまあ、なんかちょっとね、奉納終わってからね、うん、ちょっと気が抜けちゃってるね、はっきり言って。うん、まあ、ちょっとお役目とりあえず果たしたかなっていう、うんうん、まあね、本当2010もなんだもう本当にもう試行錯誤して、まあね、龍神さん降臨してから筆持つまで丸2年かかって形にしてから、まあね、今までまあ相当まっすぐ帰ってきたと思うんだけど、うん、でいろんなところも訪問してきて、うん、で崩れがこの人は初めてだったね、うんうん、崩れってのはもともとうちの猫がもう乳がんにかかって、それをなんとかしようと思って筆持ったらたまたま9匹出てきちゃったね、うん、それがもう始まりだから、うん、そしたらもういろんなとこ崩れがあるとかさ、ね、いろいろ聞いて、ああそうなんだと思って、うん、そのために書いたわけじゃなくて、もともとうちの猫を治すために生まれたのが崩れ、うん、俺の崩れなんだ、うんうん、だからまあそれでね、うんうん、まあ書いてほしいって人がいたから、まあ年に1、2枚ぐらいしか出なかったんだけど、はい、うん、てか九頭竜は書くの大変だからね、はい、うん、そうですよね、九頭竜って言ったら9匹ですもんね、胴体つなぐでしょ、はい、あれも別に俺頭で考えてないから、はい、どこでどうつながるか俺もわかんないの、うん、まあキングギドラ ×3 って感じですよね、そう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 、マジ、本当にそんな感じですよね。それをああやってつなげるんだからすごいですよね。ということで、うん、まあ、龍神様募集は今のところしておりますが、うん、これがあの外部からの申し込みが殺到すると、うん、かなりお待たせすることになるやもしれませんということだけお伝えさせていただきますということで、はい、あの実は、うん、数日前に24日の日の夜に、うん、24日、はい、うん、BJ チャンネルでもおなじみの、うん、竹本亮先生のですね、うん、DMM 宇宙人サロンというのがありまして、はいはい、これ月額2200円で、皆さん、コンテンツ楽しんでいただけるというものなんですけど、うん、そこでの、インタビューっていうのを自分受けたんです、この間、うん、で、たまたまのカラオケボックスで、カラオケボックスの一室で、インタビュー受けたんですけど、うん、そこがですね、その部屋がですね、反社会的勢力の方々同士の、ちょっと、構想がありましてね、死んでるんですよね、人が。ああ、そこの渋谷のとこ。ああ、三軒茶。三茶か。で、その部屋だったんですよ。マジで？もう、やばかったですね。この上の照明あるじゃないですか。ええ、このライトが、チカ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 ってなるんですよ。それ、タケちゃんも知ってるの？知ってます、知ってます。それ映像にちゃんと収まってるんで。あと、よくカラオケボックスにありがちな、プルルルルッ、こちら、お時間10分前ですけど、あー、じゃあ出ますみたいな電話ありますよね。うん、あれが、3回落ちたんですよ、受話器が。受話器は落ちたの？受話器は落ちた。ガタガタって震えて落ちるんですよ。うん、それで、もうちょっとこれ、そんな事件があった部屋だったの？そうです、そうです。普通そういうの閉鎖するだろう。閉鎖するんですけど、一回閉鎖したんですよ、うん。で、閉鎖してたんですけど、うん、
僕行った時満室だったんですよ、うん、一部屋はあったんですけど、で、あの事件があった部屋ですけどいいですかって言ったの、違います、バイトの女の子が、事件の部屋いっぱいなんですって言うんですよ、いっぱいなのかと、で困るんだよと、一部屋なんとか用意してくださいよ、ごねたんですよ、そしたら裏から背広着た社員みたいなおっさんっていうか出てきたんですよ、だからじゃあいいじゃない、あの部屋出しちゃえばあの部屋出しちゃえばってどういうことだろうその時思ったんですよ、あ、なるほどなるほど、こういうカラオケボックスは、割とほら芸能人の方とかそういうのがいきなり現れた時にいっぱいでも必ず一部屋開けとくみたいな、そういう部屋なんだろうなって結構ポジティブシンキングだったんですよ、でも入った瞬間やべえと思ったんですよ、はい、で入って正面が鏡になってて、合わせ鏡になってて、合わせ鏡をやめろよ、ダメだ、ダメだ、その僕が、僕が無限にいるんですよ、僕が、それカラオケボックスの合わせ鏡になってるの、はい、で、もうテレビじゃなくて壁一面がもうモニターになってるんですよ、正面が、で、それがチカチカなんか、なんとかでーすとかってなんかアーティストの紹介みたいなのあんじゃないですか、あれ鬱陶しいから俺切ったんですよ、切ったんですけど画面がつくんですよ、切っても切っても、で左見ると僕が無限にいるんですよ、で上のライトはチカ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 こう接触悪いみたいな、あれ13番目の顔って自分の死に顔だってしてた、知らないです、そういうこと言うのやめてもらっていいですかマジで超怖いじゃないですか、でも13番目ってなかなか見れないんだよ、で、まあインタビューを粛々とこなしていったんですけど、もう途中で具合が悪くなってきて僕も、んで、それを見ている人だったと思うんですけど、なんかそれ、リュウさんちょっとその部屋やばいよと、さっきからもうおかしいよみたいなのも出てくるわけです、言われるわけですよ、もうぶるっちゃうじゃないですか、それで一つもうじゃあ時間もそろそろ来たんで終わりましょうみたいな、三枝隆二の奇妙な体験インタビューみたいな感じだったんですよ、奇妙な体験インタビューが本当に奇妙なインタビューになっちゃって、部屋が奇妙すぎちゃって、それで、そのインタビューが終わった後も、竹本先生たちとこう、繋がってるわけじゃないですか。竹本はそのままいたわけじゃないの？いたわけじゃないです。リモートでやったんですよ。なんでリモートでその部屋を選んだんだよ。あ、その時カラオケ屋にいて、で、他の連中もいるところでのインタビューってできないじゃないですか。なので、僕それで一部屋どうしても8時から、8時半から使いたいんだっつって、9時からだったんで、30分前に、準備しようと思って、そしたらいっぱいですって言われて、開かないのって言ったら開かないですって言われて、いや、あの部屋でいいんじゃないって後ろから出てきた社員が言って、いいんですかみたいなバイトの子が。それで、終わった後、僕切ったんですよ、パチって、リモート。リモート切って、鏡見たら男の人が立ってんですよ。やっべえ、これと思って。これで、出ようとして、扉ガチャって開けたら、なんですよ、気圧の、関係で、こう、扉が開けづらいみたいなんじゃないですか。もう、渾身の力を込めて、ガーンって開けたら、風がブワーンと吹いてきて、やっべえと思って、それでまあ、下降りてって、まあ、その部屋の料金を払いに行ったわけですよ。そしたら、大丈夫でしたって言われたんですよ。大丈夫なわけねえよ。あの部屋何なのって言ったら、何かありましたって言われたから、いや、たくさんあったけどって。まず照明の接触が悪いんじゃないのって。ちゃんとつかねえよって、チカ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 、何なのあれみたいな。あと鏡あれやばいでしょみたいな。いや、すいません、ああいうデザインなんで。いや、デザインもヘチマもねえだろみたいな。まあいいや、じゃあお金生産しますって言って、受付のすぐ横に自動生産機みたいなのがあるんですよ。それにお金入れたら、エラーになっちゃって、釣り線出てこないんですよ。ね、釣り線出てこなくて、おい、早くしてくれよみたいな、俺を帰らせないみたいな、ただ、いっぱいいるんですよ、次にカラオケボックスを利用したいお客さんたちがいっぱいいるんで、ちょっと密になっちゃうんで、もしあれだったら、先ほどの部屋で待っててもらっていいですか、お釣り、エラー解除してお連れあれしたらお持ちしますんでみたいなこと言われて、いやいや僕それだったらちょっと表で待ってるんで、表で10分でも15分でも待ってるんでつって、したら20分ぐらいしてようやくですかね、はい、そのエラーが直って、もうね
社員の人が鍵刺して、生産機をバコって開けて、あの釣り船のユニットとかガチャって開けても、もう全然エラーが直んなくて。いや、それだったらお前別のレジからくれよみたいな。何をまた部屋に戻そうとしてんの、この人たちみたいな。そんなのありましたよね。俺、でもそれから結構具合悪くなっちゃって。で、家帰る前払いましたけどね。連れてきてないからな。あ、もうそれは大丈夫ですね。いやいやいや。いや、だけどね、はい、あの画面上だとね、はい、あの今転送してるっていうのも、あの転覆してるっていうのもあるんですよね。はい、それよりも思ったのはね、うん、音声がね途切れるんですよ。うん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 。これはね、あの唯一だと方からはね、うん、分かんなかったかもしれないけど、うん、僕だけだと思ったの。はい。僕のねスマホがねちょっと音不自由でね、だからそれでね音声が聞こえないのかなと思ったんですよ。はい。はいはいはい、みんなあの聞いてる人みんなね、うん、この音声がね、うん、あの途中で途切れるんで、なんかしかも肝心なところ、そうそう、肝心な、僕が肝心なところの部分だけがノイズが入ってるっていうか、あのあれなんですよね、ちゃんと途切れちゃって聞こえてないんですよね。そう、うん、だからよくね、あの YouTuber でね、うん、結構よく似てるんですよ、うん、だからね、誰かがね、モニタリングしてるみたいなね、感じでね、うん、なんかやばいことやると、こうやってこう切れると、うん、だから、臨界のね、モニタリングのね、実験みたいな感じだったんですよ。だから、本当にね、ああ、やっぱりあるんだなと思いました。あと、リンさんがね、それだけの能力持ってんだなっていうことがね、あれで実証できましたよ。はい。いえ、とんでもないです。面白い体験で、いや、びっくりしました。あんなことあるんですね。いわゆる問題物件とかね、うん、あの事件があったところにはね、ああいうのはあるんだよね。だからよくあの家賃なんかがね、うん、安くなったりするのは、あのどこでね、自殺したりとかね、それと同じような、ね、感じだったんですよね。いや、でも本当に、ね、竹本さんのあの DMM のあのインタビューで、まさかカラオケボックスの部屋で事故物件の部屋も引いてしまう僕もどうかしてますよね。そうだからね、やっぱりね、やっぱりなんかあるんだよね。うん、シンクロなんですよ。うん、だからもうベストタイミングの、うん、いやいや、でもね、あの本当にリズさんね、あの、はい、大変面白い、あの奇妙な体験、あのだ、どうもありがとうございます。とんでもないです。本当に。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい。はい、はい、それではですね、竹本さんと石田さんの、はい、ためになる話コーナー行ってみたいと思います。よろしくお願いします。タイトル UFO とかあのユーマ、それからあの不思議な現象、それからあの、記述ね、ああいうのが出てきたりですね、
あの動物を眠らせるあの神田さんとかね、はい、一人前松田先生ね、うん、あのぜひあの12月1日、7時から10時まで、テレビ朝日あの長寿現象スペシャルです。よろしくお願いします。12月1日12月2日ですね。2日オンエア、12月1日ね、うんうん、オンエアね。どっち12月2日がですね、東京のですねオカルト大賞っていうのが できたんですよ、うん、あの実はね東京にはですねあの映画大賞っていうのがあったんですけどね、あの三戸武史にあの新書がですね、やってたのがあったんですけど、ちょっと今ねあの止まってるんですよ、ストップしてるんですよ、なんかあの覚えてないんですね。でじゃああのということで山口み太郎先生がですね、東スポオカルト大賞っていうのをやったらどうだろうということで、うん、あのやることになりました。であのこれは 何かっていうとオカルト部門とそれからベストオカルト部門とベストユーマ部門、あの不思議な動物ですね、それからオカルト UFO 宇宙人部門ですね、これがあってあの一応ね、あの UFO あの宇宙人の方のね、あの審査員になることになりまして、こう1年間でね、あのすごい面白かったニュースをね、あのピックアップして、そのオカルト賞を決めていくと、まあ、そういうあのチャレンジャブルなあの企画がね、あのできますんで、あの多分、12月の2日にね、あの集まり会がありますんで、それで、その以降にね、あの発表になると思います。それからあとはですね、12月の4、5、それから11、12とですね、イマジンアークというですね、これあの、Zoom のイベントがあります。これはスクリーン系のね、あの、バイブルと言われている、あの、なんだっけな、あの、映画があるんですけどね、その映画をやったあの、プロデューサーとかですね、それからあの、リプトン博士っていうですね、まあ、あの心の持ち具合でね、進化するとかですね、そういうエピジェネティクスっていうあの学問があるんですけど、まあ、それの大科 の先生とかですね、あのトレシー・アッシュさんっていうね、今あのエジプトにおられるあのイギリス人の方がいますけども、スピリチュアルなあの先生ですね、とか、江本社長、江本社長っていうのはですね、江本博正さんって言ってるんですね、江本勝さんっていうね、あの水にあのありがとうって言うとありがとうの結晶になるっていう、はい、あのありましたよね。あれのあの、あの本を書いたあの江本勝さんのあのご子息あの、はいはい、次男の方なんですね。で社長さんなんですよ。でその4人でですね、あのこう面白いね、あのポスターギャンブルさんっていう人がいまして、ポスターギャンブルさんを入れてポスターギャンブルさん、江本社長、それから、トレシー・アッシュさん、それからリプトン博士、この4人でですね、あのちょっとスピリチュアルのこの大転換が今起きてんだよと、あのいうあの、ズームイベントがあります。それから今度はですね、異能科学会、これ12月26日ですね、これあの、ムーンショット計画についてですね、むしろあの著名人とかね、そういった方向で考えた方がいいんじゃないのと、これまでのね、ムーンショット計画だとね、ロボット同じような顔、竹本涼の同じような顔したロボットをたくさん作ってね、仕事をさせようっていうね、なんかね、実に陳腐なあの発想なんですね。そうじゃなくて、本当サイキックなね、世界も取り入れてね、考えていきましょうっていう、あのそういう会議が開かれます。これあの竹本涼、阿久津淳が主催なんでね、あのまあ、あの非常に面白いシンポジウムになると思います。はい、それから12月の末ですね、これがですね、びっくりしたことにですね、あの宇宙人カラオケ大会っていうのをやるんですね、宇宙人カラオケ大会。これはあの東北新社っていうね、あの大きな大手のね、あのテレビ制作会社があるんですね、あの主催でやるんですけど、あのまあ、実はあの昨月、10月かな、10月に ある、企画を出してくれって言われてましてね、で竹本涼としてはあの宇宙人カラオケっていうのをちょっと企画で出してみたんですよ。そしたらその時にね、あの落っこっちゃったんですね。で落っこっちゃってよかったなと思ったんです。あのっていうのはね、宇宙人カラオケなんて言ってね、宇宙人呼ぶわけいかないじゃないですか、そんな簡単にね。だから一応ね、
7月の企画を立ててね、で、これになってね、よかったなと、パーってなってよかったなと思ったんですよ。ほっとしてた。ただ、いや、実はあの企画面白いんでね、ぜひやりたいんですってね、電話かけたんですよ。で、だって、あれだって、もう僕の妄想から始まった企画なんでね、無理ですよって言ったら、いや、やることになっちゃったんで、竹本さんに協力してくださいって言うんで、でまあ、どうすれば、まあ、2000宇宙人が出てくると思うんだけどね、2月の末にカラオケ大会っていうのをやって、まあ、今月ね、これでおしまいという感じになると思います。はい、ということで、竹本涼のコマーシャルでした。では、アッシー、どうぞ、はい、アッシー、じゃあ、ここまでお願いします。来月はね、ちょっとライブを2件やるんで、おお、九州の、まあ、博多、アメリカンサンドイッチショップなんですけども、おうおう、去年もやったシックスパインスというところで12月の19日、うん、日曜日に、うん、ライブやります。おで、それとあとは12月 の26日、うん、九州博多の天神のね、親子通りにある押し切り所の、マスター、僕のまあ昔からの音楽仲間なんですけど、彼の曲で、大学時代の仲間とか集まって、毎日恒例やってるクルーの、で、BB ケンちゃんです。BB ケンちゃんっていうライブハウスなんですけど、で、その時に、ひょっとしたら、ミスター庄司が顔出しにされるんじゃないかという、26日、日曜日、はい、そういうこともありますんで、こう近辺のことで、来れることになったら、ぜひ、遊びに来てください。はい、はい。わかりました。ということで、はい。ジュージさん、磯地さん、我々は以上でございます。わかりました、了解です。ありがとうございます。そっか、はい、あれ毎年恒例でやるんだ。そうそうそう、うん、ライブね、ライブね。あれ、リュージじゃなくて、そうそうそう、春の、夏、冬かな。うん、そういう感じでやってるやつね。なるほどね。わかりました、了解です。はい、俺も歌おうかな。うん、ぜひね。うん、まあ、機会があれば。なんかその曲やるってのがあったら、うん、こっちで、まあ音楽がたくさんいるから、うん、みんなに演奏できるようにセットアップできるけど、まあ後で。わかりました。了解です。その辺はじゃあ、後でちょっと相談しましょう。うん、はい、よろしく。はい、了解です。それでコメントをいただいてるこのお返事は後ほどまた、うん、させていただきたいと思います。そして、本日リュウちゃん TV の方ですね、22時予定なんですけども、ひょっとすると22時じゃなくて23時になるかもしれないですということで、ちょっと今日はリュウちゃん TV で重大発表もありますんでね。そうなん、あるんですよ。はい、なのでね、まあ、お楽しみにしてくださいということで、ちなみにリュウちゃん TV は、アーカイブは残しませんので、その場で、その場で、波長があってたまたま Facebook 開けちゃった人しか見れないよっていう、ある意味プレミアム。なるほど、よろしくお願いします。ということで、BJ チャンネルそろそろお開き、ボリューム91はここら辺で終わりにしたいと思います、はい、また来週192でお会いしましょう。というわけで BJ チャンネルボリューム191はここら辺で終わりにしたいと思います。はい、また来週よろしくお願いします。お願いします。あとちなみに新しいなんか何です、コロナのなんか新しいウイルスみたいの出たとか言って、まあ、もう予想通りだよ。なのでね、皆さん今ちょっと緩んでると思いますけどもね、一応免疫高めて
準備をしといた方がいいと思います。ということで、うん、素敵な週末をお過ごしください。 BJ チャンネル191はこれで終了させていただきます。竹本さん、石田さん、お疲れ様でございました。ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。失礼いたします。ちょうど、くじ流の詳しいことは Facebook の方で上げております。よろしくお願いします。失礼します。はい。